こんにちは。第1期で優勝したんですが、あったはずのご褒美に触れられず、そのまま第2期に呼ばれました。 DMM パチタウン専属パチスロ愛好家のまゆみです。さあね、ご褒美、あ、2期にはご褒美がある、お、あると。1期はあ、2期に呼ばれたことがじゃあご褒美ということでいいんでしょうかね。はい、ちょっと長引きましたけど、今回私と対戦する方はこちらです。はい、皆さんこんにちは。シンガーソングラドルというキャッチコピーで活動しております、藤田恵那と申します。よろしくお願いします。え、なんでシンガーソングラドル、シンガーソングライターとグラビアアイドルの仕事をしてます。え、じゃあグラビアアイドルをしつつシンガーソングライターをして。はい、そうなんですよ。そういうわけです。私今回また今回もですね、前回と同様にいろんな女性スロッターの方がこう集まってやる企画なんですけどもね、今回どんな枠が来るのか私全くちょっと把握してなくて、はい、シンガーソンググラドル枠。シンガーソングラドルです。シンガーソングラドル新しいですね。ありがとうございます。さあね、今回もですね、お邪魔しておりますのは愛知県豊橋市にあります大樹豊橋津沢亭様でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけでですね、今回のルールは知ってますか？わかんないです。今回もですね、第1期と同じく取れ高バトルということでですね、どちらがより多く、もう出玉とかは置いといて、まず取れ高勝負なんですよ。はいはい。どちらが多く、もう簡単に言うと移ったか。なるほど。だから引きで見せてもよし、その他のことで見せてもよし、グラドルさんだけど、前回いらしたグラドルの方とはまた違うタイプの方ですけどもね。そうなんですね。そうね。しかも今回は第1回目と違って、なんと一発勝負ということで、トーナメント戦みたいになってるらしくて、ここの勝負って勝った人が次のもう最後決勝戦に進むという形なんです。ここ準決勝ですか？ここもう準決勝。そう、なんなら第1回目も準決勝だし、今回第2回目も準決勝ということで。なるほど。ちなみに第1期どんな取れ高だったの？第1期私なんか優勝したんですよ、うん、実は3位通過だったんで決勝戦が出られないはずだったんです、うんうん、それがところがどっこい、1位通過の方がまあとある事情から棄権なさって、繰り上げ当選ということで、で、棚からボタン持ちでそのまま美味しく優勝しちゃうという。すごい、持ってる、はい、持ってたんですよね。ちゃっかり美味しいとこだけ、本当なら決勝戦いなかったはずなんですけども。へえ、でも楽しかったよ。なるほど。普段打つ消し、打ちたい消しとか。へえ、でも A タイプしかあんまり普段打ったことがないので。そうですね、 A タイプか。目標あれ、30回光らせるとか。そうすると誰か取れた。え、30回も光らせたらやばい。いいやつは光る。本当ですか？楽しくなりそうです。その中は私たちも頑張りたいです。もう自分で選ぶんですよね。もう自分でもガチで選んで、はい、あとでもそのスロットだけじゃなくて、いいね、強く立っても誰だけの特技を披露しても。なるほど、うん、それもありなんですね。シンガーソングラドルについてちょっと説明をちょっと中でちょっと避けたら。というわけで今日じゃあ全身系勝負なんで頑張っていきましょう。はい、よろしくお願いしま す, いします。というわけで行ってきます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。あ、大樹くん、お久しぶり。大樹くんとは後でゆっくり戯れることにします。さてと、そう、今日は朝市おけどけのカニ歩きもちょっと考えたんですよ。とりあえず一応王道でしょう、きっと。絆を見てみようかなと思うんですが、あった。そう、なんとバズルス絆ね、なんか増大したらしくて、お、これなんか上げ狙いできそうだけどな。わあ、でもちょっと悲惨だね。11回につき1回ってもう11回天井選ばれちゃったとか、やばい。なんかもうああいう1台だけある北斗とかさ、すごい気になっちゃうんだけど。しようかな。まあ、この前回の履歴見てもね、とりあえずこれでまだ台は選べそうだから、ね、これで様子見て他の台も後から見ることにします。すごい広い。え、もう座っていいんですか？あ、お待たせいたしました。10時間
かっていうの。あ、こっち。十字架。十字架。あ、これだ。ここに座ります。はいはい、バジルスクキズナ取れたので実践の方を開始したいと思います。がちょっと後でですね、私カメラマンさんにずれていただいて、ナイス撮ってほしいものがあるんですけども、なんとね、第1回目の放送が流れてるんですよ、アルティメットガールズバトルの。これ朝一、これ刺さったかもしれないよ。あ、よかった。うまい。おそらくほら、よくあるね、リセット設定変更、あとは広角にいてくれたんでしょう。一発目の巻物からバジリスクチャンスが刺さっていただけました。もうこれでサスクッと当たってくれたらありがたいこと極まりないですが、どうでしょうね。ナイスチャンス確定。青、お見事です。ランプも青、どうしようかな。とりあえずゲンちゃんで行こう。決戦の時。あと1回でよかったのに、本当にやってしまった。これ外れるでしょう。はい、残念。ああいう期待のできないバジリスクチャンスはもう8連押し順ベルを狙うしかないというね。はい、私藤田えな、普段 A タイプのスロットしか打ったことないんですけれども、そのことを伝えたらですね、スタッフさんが、この十字架という機種を勧めてくださったので、もう本当にマジで初めて打つ機種です。頑張りたいと思います。ちょっと頑張ってビギナーズラック当てたいと思います。頑張ります。なんか打ってるところを取られることがないから手癖とかなんかバレちゃいそうだね。絵がかわいいですね。普段はシンガーソングライターの仕事をしながらグラビアアイドルの活動もしつつ、今度 DVD 出るんですけれども、まさかパチスロのお仕事をすることになるとは私も思ってなくて、どちらかというと偏見があったんですけれども、やってみると意外に楽しくて、もともとメダルゲームがすごい好きで、ゲームセンターのコインゲームが、でもパチスロし始めたらコインゲームに戻れなくなっちゃって、いっぱい貯めてるんですよ、ゲームセンターに6000枚ぐらい自分のコインがあるんですけれども、ゲームセンターのコインはお金にならないっていうのを知っちゃったら、もうパチンコ怖いですね。もうあの自分には戻れないんだって思いつつ、ライブの合間とかリハーサル終わってから時間あったらパチスロ打ち行くようになっちゃったんで、これも勉強かと思うんですけれども、知ってる機種しか打たないんで、やっぱ知らない機種に勉強がてら打ちに行かないと意味がないんだなって今すごい痛感してます。そうね、普段シンガーソングライターの仕事をしてて、この間もアイドルさんに曲提供、楽曲歌詞提供をしていて、でその曲が今度 CD 化されることが決まってすごい嬉しい。おー、コウモリ誰？
あ、これ？
まゆみさんの見てくるって言っていただいて、じゃなんかさ、今の、後ろに立ってってで話しかけたらお金貸してっていうような風貌たかりに来たわけじゃない。でも大丈夫、十字架でしょ。え、当たっては当たってるっていうか当たりました。当たった。 AT モードに入りました。あ、今入ってるの。あ、終わりました。でも当たったのだったらよかったな。そう、でもバーが狙えなくて、でプロだから見て全然見ておこうって思って。目押しレベルは低いから参考にならないけど、だいたい黒いの見えたら押せば大丈夫だよ。これも黒いのがあるんですか。これは青いの。え、それって特訓したんですか。え、特訓して慣れ、でも私も全然まだまだだから、これに関しては言えることがない。あ、なるほど。いや、でもありがとうございます。すいません、お邪魔しました。当たればなんとかなるから。ありがとうございます。あ、よかった、ありがとうございます。なんか素直な子だね。素直というか柔らかい子だね。取りこぼしても大丈夫なようにできてるからってそもそも論を言っていただいたので安心しました。でもやっぱ慣れなんでしょうね。なんかもっと私もこう堂々と押したい。頑張ります。
と思いました。はい、引き続き黒いバーを狙っていけるように頑張ります。私ちょっと本当今スロットの調子が悪すぎてすごい疑心暗鬼になっちゃうんですよね。これこれもうこれ動かない、これで心中する。ではもう何度目かの正直でしょうか、化け物語。マジか、弱すぎる。4枚目だっけ。ああ超ずる滑りきた止まらないし、来たよ来たよ。だから重みを返してください。どうかお願いします。よしよし、はあ、大丈夫よ。行きます。何でか、あ、やったー、バイバイ入ったー、ありがとうございます。これ頑張ります。5枚なのはしょうがないので、いやこれもう目標100枚ちっちゃいけど大丈夫、ベルかリプレイ引き続ければ63枚の上乗せ。もうちょっと頑張りたかったよね。もう限界だ。
ともうちょっとだった。セルフ、セルフ、プッシュ、チャンス、左、セルフ、左、プッシュ。じゃあこれお願いします。次回予告でしょ。これでも平気で外してくるからね、化け物。あ、よかった。何なの、また外れないでよ。あ、激アツ桁桁、これは大丈夫。白いけどこれもバイバイでしょ。これどっち扱いなのかな。荒薙くん素敵。あ、やった、5倍だし、85枚。
いっぱい演出がめっちゃ見れた。517枚、三連ちゃん、あ、三連ちゃんでしょ。いきます。三連ちゃん517枚カリナとジェシカが出会って、三連ちゃん517枚よ、初の大当たり、大当たり、テダウン。ありがとうございます。今日初じゃなかった、今日一の大当たり、ありがとうございます。今日一の大当たりいただきました、ありがとうございます。嬉しい限りです、ありがとうございます。はい、一旦休憩に入りたいなと思うんですけれども、じゃあお昼休憩の歌を即興で、よし、いきます。お昼休憩を取ろう、お腹がグーッとなるから集中力を上げよう、お昼休憩を取ろう。はい、お昼休憩行ってきます。中間報告、イエイイエイ。さあ、ちょうど今半分を超えたところですが、半分、はい、なんか聞くところによると良さそうというね噂を聞きたよ。おかげさまで、あのアドバイスいただいた台で、あの打ちやすいんじゃないですか。はい、その機種、まあ台選びは実際に自分で選んだんですけれども、うんうん、機種をあのアドバイス、はい、いただいて大当たりしまして、ありがとうございます。今どれからだっけ、200枚投資4000円入れて、うん、今手元に500枚ちょっとある感じです。いいよね、だって4000円200枚、たとえ私ただいま1950枚投資しております。いくらになるんだ。今与吉さん4人目がお亡くなり寸前スレスレっていうところだったんだけど、あ、でもほらスロットあるあるだから、スロット、まあそんなあってほしくないあるあるだけど、なるほど。であと私もね、化け物語も私結構移動したのね、はいはいはい、バシレスク絆を2台ちょいちょいとちょっとつまみまして、はい、その後アステがつまんで、マドカマギがつまんで、で最後、ま、化け物語でさすがに腰を据えようって据え打ってたら、やっと AT 入って、で、まだ今 AT 中なの、大当たり中で、なるほど。だからあと残りの残り枚数が100枚ちょっとだから、まあ、予想500枚届かずぐらい出る予定ではあるんだけど、でもこっからね、またバイバイとか入れて伸ばしていきたいなとは思うんだけど、はいはい、いやもう今日ね、私ね、ダメなんだよ、本当に大移動し始めたら。その点ね、1個の台バってね、バレてるのはね、すごいと思うし、ありがとうございます。楽しい、楽しいし、絵がすごい可愛い、可愛いよね、可愛いです。十字架3を打ってます。はい、これから後半戦始めていきたいと思うけど、はい、まだあれ打つのかな、今日せっかくその今打ってる十字架3のあのいろいろキャラクターも分かってきたところで、いろいろ何を揃えたらどうなっていくみたいなのが分かったとこなんで、ここで変にちょっと他の台行くよりは、そうだね、今日覚えたまんまを今日そのまま持ち帰ろうっていう気持ちでいますね。1個のなんて、ね、はい、1個の勉強としてというかね、そうですね、はい、ただプライベート打っちゃうかもしれないしね、はい。というわけで、はい、後半戦も引き続き頑張りましょう。頑張ります。それでは行ってまいります。行ってきます。さあ、まずは172ゲームの446枚、この次の3ゲームでレアアップ引ければ引き戻せる。待ってくれ、連絡つけなかったけど継続しました。
や、これは本当ね、さっき弾きたかったんだけど。でもこれでまた解除入ってくれるかもしれない。そんな私の秘密は左側です。勝てないよ。
私相場がわからないんですけど679。即興ソングいきます。スロットのせいにしたくないけど今すごく目がパチパチするよ。でもコインがあるから私は嬉しい。十字架スリー。はい以上です。結構いい感じでいけましたよ。ちょっと演出的にもまだまだ熱い感じなので期待に胸を膨らませ引き続き頑張ります。はい。まだまだ？マジキラッシュ！おお！ラッシュ！
だろう、この台異様に初当たり軽いな、昨日も一昨日も。あおいしょおいしょ、これがですね、なんかめっちゃ遅れてなかった。はい、安定のレギュラーですけど、左、あ、にあの2台目のオケトロは投資ゼロですよよかった移動して。オケドキと違ってオケトロの場合はまあめったに引かないけど、花ちゃん引かればビッグと次回天国も発生するんで、ここでね確定役なんかしてちゃったらもう特急券ですよ。レギュラー、ここがチカチカしなかった。ここで天国に上がっててほしい。ボクトロさんは天国、おわー上がってたよ、ビッグ来い、ビッグ来い楽しい天国上がってた、お上手です。飽きずにずっとできたし、うんうん、で演出も凝ってて、なんかこうあれさっきこここうだったけど今色ついてるなこの場面みたいなのがあったりして、うんうんうん、すごい楽しかったです。楽しめた、はい、ちゃんとボタンも押せた、いっぱいあるけど、ボタン押せました。なんか連打のところとか、うん、ブルブルブルって震えたりして、すごい凝った演出と、なんかキャラクターの名前も覚えれたので、覚えれた、すごい楽しかったです。青い髪の子はジェシカ、おおすげえ、はい投資4000円入れて、うん、もうこれ言っちゃっていいですか、うん、4000円入れて、712枚出てきましたので、やった、500枚くらいかな、はい、すごいね、投資変わってないっていうのがすごい、ありがとうございます。私後半なんか結構後半もねちょっとカオスな時間がございましたのでで、あのカメラマンさん引っ張りね、引っ張りたこだったもんねコロ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 って、ちょっとあっち見ようかとか言った。私朝からオケトキが気になったんですけど、うんうん、その私ね絆を行きました、うんうん、絆行って、やっぱちょっとずっと座ってられないなで、2代目の絆行って、うん、やっぱちょっと座り心地悪いなってことでアステカ行って、マダマギ行って、で次の化け物語、はいはい、こちらでなんとかね800枚ほど出たんだけど、ちょっと飲まれて化け物語は502枚流すことができたんですけども、この後ですよ、これ今日取れ高バトルじゃないですか、はい、出玉勝負じゃないぞと、はい、なのでこうなったら奥の手ってことで、ダイジェスト枠を狙いに置き時狙いに行ったのね。2000円だけ回して、あ、置き時トロピカルがあったと思って置き時トロピカルに行って、それも2代目でね当たってくれまして、実はまだ私実践終了と言いつつも継続中でございます。ただいまその置き時と合わせましてメダルが暫定2870枚ございます。え、すごい。投資は2250枚で、高いもプラス620枚まで戻したところです。わ、すごい。そう、前半からね、ちょろちょろちょろ。え、そんな巻き返し方あるんだ。パチスロっていうのは夢があるんだよ。すごい。ちょっと私多分ディレクターさん見てて思ったと思うんですけど、すごい打つの遅いじゃないですか。うん。行こう。チュンチュンチュン。うん。私も一回それで見せてもらったけど。うん、あのもう代理テストがパパンでいいんだよ
か、そう、それもそれすら間違うっていう遅さでなんか見ててトロトロしてんだって思って周りの人とか見てて、なので早ければその分回転も早いってことなんですね。もうちょっと当てれたかもしれないし、でも逆もしかりで、あの今出てたメダル飲まれてたかもしれないから、そこはもうなるほど、なんか今日は今日でプラスだから正解なんじゃない、はいはい、あの、うん、ゆっくりなゲームがそれがいっぱいあのねチャンスに引けたんじゃないかな、もっと早く打てるようになろうと思います。なんてだね、はい、だけどね、私でも時々いるんでここから何枚伸びるかなんですけどもまだ分かっておりません。もう取る高としてはもう ここで終了ということでね、うん、であのまああの結果はこの辺に、まあこちらにパンと私ちゃんと責任持って自分でこう写して送りますんでここに載ってると結果こちらですっていうわけです。なるほど、はい、え今目標は2000枚、あとプラス2000枚、あとプラス2000枚、あどうしようかな、2000枚、2000ちょっとで5000枚出すトータルで頑張る、すごいというわけでね、はい、でまあそれでね結果は言ったところでまたこの、うん、さらに取れ高勝負の結果は配信されてから分かるんで、はい、私たちももちろんどっちが勝ったか今時点では分からないんです、うん、次がもう決勝戦ということになるわけで、うん、実際ね誰と誰が対戦するかというものはまだ出ておりませんのでぜひともその日を皆様楽しみにしていただけたらなと思います。次どっちが生き残るか分かんないですけどもぜひとも決勝戦お楽しみにしていてください。はい、